こんにちは。京都女性漢方松宮局漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美です。今日は8月29日日曜日、京都新聞朝刊に載っていた記事をご紹介したいと思います。まずは最初に読んでみます。で、読んだ後に、私なりの解説っていうのをお店に相談来られた方とかに一番こうよく深く私はお客様と触れ合っていますので、今の実際のこの時代のこの時期のお客様、一般の方っていうのはどのような理解でどのような不安なのかっていうのを本当に身近に感じている立場であると思っています。なので分かりやすくできるだけ解説していきたいと思います。それではまず京都新聞に載っていたコロナの情報ですけれども、コロナ症状の差一端を解明、兄弟グループ免疫細胞の老化が関係かっていうような記事を読んでみます。これは事実から基づいた情報ですのでよく聞いてください。新型コロナウイルスに感染した際の免疫反応に個人差が出るメカニズムの一端を解明したと京都大のグループが発表しました。高齢者では新型コロナに反応する免疫細胞キラー T 細胞のうち老化して組織を傷つける可能性のあるタイプが多いことが分かったといいます。成果は国際科学誌フロンティアーズ・イン・エイジングにこのほど掲載されました。グループによると従来のコロナウイルスに反応する免疫細胞が新型コロナも攻撃する交差免疫の存在はすでに報告されています。このため年齢や過去の感染症で新型コロナへの免疫力に違いが生じ症状に差が出る可能性が指摘されていたといいます。こうした背景を探るため京大 iPS 細胞研究所の教授と助教授らは20代中心の男女30人と70代中心の男女26人の血液からそれぞれの T 細胞の数と機能を分析しました。その結果、新型コロナに反応するキラー T 細胞の数は高齢者と若年者で同程度だったものの、老化したタイプの割合は高齢者が多くなっていたということが分かりました。また若年者でもサイトメガロウイルスに感染していると高齢者と近い割合で老化したキラー T 細胞があったといいます。この文章を読んで一般の方がどこまで理解できるかなんですけど、私は実際に店頭でお客様とお薬を売ったりとかご相談受けたりとかして感じますが、はっきり言ってほとんどわからないんです。失礼だと思ったらすみませんけれども、一般の方っていうのは本当にこれを読んだからといってそうなんだってなかなか難しいんです。もう嫌やな、この今の時代も大変やなっていうのは分かっておられますけれども、この文章どのように書いてあるか、私が感じる、情報から少し噛み砕いてご説明していきたいと思います。まずこれは京都大学の、グループが研究して発表した実際のデータというところになります。いろいろな予測とかいろいろなその研究、今までの研究だったりこれからの研究、そして予測されることとかあると思いますが、まずはその、実際の現象とか実例っていうのをやっぱりこうちゃんと理解するのが大事だと思います。そして予測することも大事だと思います。今回ですけど、新型コロナウイルスに関して感染した時に免疫反応になぜ個人差が出るのかというのを研究したんです。で、その時にどのようなところを研究したかといいますと、まずは年齢で差があるのか、高齢者70代、そして若年者30代、20代中心の男女30人、ある程度ここで血液を抜いてその状態を調べれば分かるのではないかという研究になります。で、その血液の中の成分なんですけれども、免疫に反応する細胞としてキラー T 細胞っていうのがあります。で、このキラー T 細胞、キラー T 細胞っていうのは T 細胞なんですけれども、説明します。 T 細胞はリンパ球、血液の中にあります。リンパ球の一種で血液リンパ球の 60から80% を占めます。骨髄由来、血液を作るところの元になります。骨髄由来の未熟なリンパ球が胸腺この辺りにあります。心臓の上にちょっとこうかぶさるようにこう2つのこう
羽のような形をしています。重さはだいたい30から40グラムと言われています。この胸腺というところは免疫に関係ある部位なんですけれども、そこのところに、胸腺から分化して成熟し、そして血流や末梢組織にこの未熟なリンパ球が、移行していきます。成熟して移行していきます。流れていきます。で、 T 細胞は細胞表面に発現する T 細胞抗原受容体って言います。これは T 細胞がカチッとこう反応する受け皿の方だと思って、鍵の穴の部分だと思ってもらったらいいんですけれども、抗原提示細胞から抗原情報を受け取り、さまざまな機能を発揮するようになります。いろんな情報を受け取るんです。今回の新型コロナウイルスっていう悪いやつはこういう武器を持っていて、我々の体をこんな風にいじめるんだ、今回だったら呼吸が苦しくなるんだ、血液中の酸素が奪われてしまうんだっていう情報をどんどんその T 細胞が受け取ります。キラー T 細胞が受け取ります。そうすると T 細胞が受け取ります。そうすると T 細胞はキラー T 細胞とヘルパー T 細胞という2種類に分かれます。で、今回研究したのはキラー T 細胞になります。キラーというのは殺し屋と思ってください。だからある一個の悪いやつ、今回でしたら新型コロナウイルスが体に入ってきた、こいつは悪いぞっていうのを察知して、そして一撃してしまう、殺してしまう、結構集中で一点集中の殺し屋、これがキラー T 細胞になります。キラー T 細胞の今回は数と機能を分析したという実験になります。長くなっているんですけど、できるだけ分かりやすく説明するので、よかったら最後まで聞いてください。で、このキラー T 細胞ともう一つ T 細胞にはヘルパー T 細胞というのがあります。ヘルパー T 細胞というのは抗原刺激に、応答して、抗原というのはその悪いやつに対応して、そして他の免疫細胞たちの働きを調整する司令塔の役割です。こいつは悪いやつが、新型コロナウイルスは悪いやつだ、だからみんな応援頼むぞということで、司令塔、結構なんていうのかな、周りを見渡せる落ち着いた免疫細胞になります。ここまで来ました。そしてこのキラー T 細胞、一点集中のバキュンってやっつけてくれる、とっても頼りがいのある免疫細胞なんですけど、この数が高齢者と若年者でびっくりしますが同じ数だったんです。同じ数だったんだけれども、高齢者の方のキラー T 細胞の方が、老化していたんです。ということは質がちょっと悪いんです。ピストルの弾が入ってなかったりとか、この槍の先が尖ってなかったりとかして、当たってるのに殺せないとか、ちょっと程度が悪いんですね。そしてこのだから困りますよね。数が、免疫の数は一緒でも戦えないんです。そうするとウイルスがどんどん増えていってしまいます。私ちょっと読んでる段間違えております。それでこのキラー T 細胞がのうち、老化をして組織を傷つける可能性がタイプが多いことが分かった。このキラー T 細胞っていう一点集中の殺し屋なんだけれど、ちょっとその精度が不安定なので、その老化しやすいっていうことが分かっていて、その老化してしまうと大事な組織、自分の大事な組織を傷つけてしまうということは、前言ったら体調が悪くなってしまいますよね。コロナウイルスに感染して重症化しやすくなると思ってもらってもいいと思います。で、こういったことが分かった、組織を傷つける可能性があることが分かった。そしてもう一つなんですけれども、従来のコロナウイルスに反応する免疫細胞ってことは、今回は新型コロナウイルスという名前がついているので新型なんです。ということはもちろん旧型のコロナウイルスがあります。もともとコロナウイルスというのは昔からあって、風邪のウイルスと言われていたんです。小さい子どもたちが何回も かかることによって免疫を強くしていく、さほど重要視されていなかったコロナウイルスなんですけど、今回はそれが新型になったということで世界的に問題になっているんです。で、この旧型の従来のコロナウイルスに反応できる免疫細胞が、実は新型コロナウイルスに対しても攻撃ができる交差免疫の存在はすでに報告されている。これはどういうことかと言いますと、交差免疫っていうのは、交差っていうのは交わるという免疫、クロスするということなんです。
交差免疫というのは、別言い方を変えると、交差反応とも言いますが、過去に感染した昔のコロナウイルスに対する情報、それによって作られた免疫細胞たち、キラー T 細胞も含めてですけど、他にも免疫細胞あるはずなので、あるはずです。それでその免疫細胞たちが今回の新たに新型になってしまった、そして今でもどんどん変異していますが、この新しい新型コロナウイルスに対しても有効に働くということが、これは現在でも分かっていますということが書いてあります。そして、さっきちょっと話が飛んでしまいましたけれども、この今回京大の iPS 細胞研究所の、グループがどういうことを調べたかというと、この若い若年層20代30代の30人、そして、高齢者70代の26人の男女の血液のその T 細胞の数と機能、これを調べると、なんとなんと先ほど申し上げた殺し屋です、一点集中の殺し屋、キラー T 細胞の数は一緒だったのに、年齢がの差がなく一緒だったのに、だけれども程度が非常に悪かった、老化したタイプのキラー T 細胞だったっていうことが分かったということになります。老化したこのキラー T 細胞はどうなるか、最初のところにちょっと戻りますけれども、自分の大事な組織、痛めてはいけない組織も傷つけてしまう可能性がある。これがちょっと言葉を変えるとがんとかとも考えられますよね。がん細胞も、自分の中でこう発生してしまって、悪い細胞があるぞって発見するとキラー T 細胞はがん細胞をやっつけています。ですけれども、その悪い細胞だけをやっつけられたらいいんだけれども、安全な自分の正常な細胞もやっつけてしまうと体力も落ちますし、逆にがん細胞をやっつけられないのでがんが増えていく。だからがんの時にもキラー T 細胞っていうのはすごく話としてはよく出てきます。あとごめんなさい、まだあります。あともう一つなんですけれども、この若年者でも大変なことですよ。サイトメガロウイルスに感染していると。サイトメガロウイルスというのはヘルペスウイルスだと思ってください。口唇ヘルペスよくできる人いませんか？風邪をひいて鼻の下になんか赤くなってなんか痛いとかなってる人いませんか？あれは免疫が落ちているという証拠です。それも自分の免疫が落ちているということです。自分の免疫が落ちているということは、悪いものがやってきても戦えるそのキラー T 細胞のような強い細胞がなかなか動いてくれないということなんです。だからそのように書いてあります。サイトメガロウイルスに感染していると、ということはヘルペスウイルスに感染していると高齢者と近い割合で老化したキラー T 細胞があったということが分かったということになっています。若いから安全とか安心でもなく、年いってるから心配でもなく、自分自身が健康なのかということは本当に大切だと思います。自分の健康、自分で守りましょう。心と体ともに健康に大切です。これからもいろんな相談とか、心の相談、そして体の相談も受けたまっております。いろいろ内容は前後してしまって分かりにくかったらごめんなさい。最初からもう一度聞いてもらうと分かっていただけると思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。